皆さんこんにちは。 Hey Singapore の美穂子です。 This is my friend Meika. Hello. So today we are at Max Wine Kitchen. ということで、ケオンサイクロードにあるマグスワインキッチンに来ているんですけれども、ここね、面白いコンセプトのお店でですね、ドアから入ってくると、こう最初にね、こうオープンキッチンコンセプトになってるんですね。で、向こう側にこうテーブルがねあるっていう感じなんですけれども、あの私たちね、キッチンのすぐ横のテーブルになったので、結構お料理をねしてるのをちょっと見ながら、ご飯を食べることができるっていう感じです。 OK, cheers! So I have the carpaccio here? Yep. And I have the focaccia ring? Yep. That's the crab. And then I also have the octopus too. タコいきます、うん、グリルドオクトパス、うん、美味しい。なんかね、ミートソースっぽい感じのソースですね。フォアグラいきます。うん、めっちゃクリーミー。そのまま食べたら結構濃いな。ふわふわ。パンと一緒に食べてみます。うん。そのまま食べるとちょっと味が濃いので、こうパンを出してくるのでパンにつけて食べてください。クリーミーで美味しいです。ではメインディッシュのミートプラターが来たので、サーロインから食べてみたいと思います。サーロインステーキ、まあまあ柔らかい。日本のね、お肉に慣れているとやっぱりなんかちょっと脂身がね少し少ないなっていう感じはねしますね。ではテンダーロインいきます。テンダーロインはサーロインよりやっぱりだいぶ柔らかいですね。胡椒がね効いててね、テンダーロイン美味しいですね。あの頼むんだったらテンダーロインステーキをおすすめします。ミートプラターの最後はポークベリーですね。ポークベリーはマスタードをつけていただきたいと思います。うん、柔らかい。ポークベリー美味しいですね。味もね結構しっかりついてるし、マスタードとすごくね合う感じで、ポークベリーもね頼むといいと思います。おすすめ。ということで、マグスワインキッチンのディナーが終わったんですけれども、2021年にはミシュランも受賞しているということで、フレンチのねビストロみたいな感じなんですけれども、ケオンサイクにあるレストランなので、お近くの方はぜひ一度いらしてみてはいかがでしょうか。ではまた次のビデオでお会いしましょう。 See you! Bye! If you enjoyed this video, do give it a like down below and subscribe to our channel for more videos like this.